エンゲル諸府は、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州のシュターデ軍に、属す、マチソンで、ザムトゲマインでヒンメルップ・フォルテンを構成する、自治体の一つである。エンゲル諸府は、オステ川の湿地帯に位置する。南は、ヒンメルップ・フォルテンの奥前ポール及び、ブライテンビッシュ集落と境を接する。南東と東のブルク及び、ハンマーモア方面は、ハンマーのグロースシュテルネベルクと接する。 エンゲル諸フの北は北西にク首ーが位置するグローセンベルデンの細長い突出部分が伸びており、ドロホターゼンとの間を隔てている。西はヘキトハウゼンとの間をオステ川が流れている。エンゲル諸フはブレーメン大使教領にオランダ人入植者が流入し、洪水が頻発する湿地の開墾を行った、いわゆるオランダ人入植時代に成立した。 1717 17年のクリスマスの夜に生じたクリスマス洪水図。1717 17年から1718年のクリスマス洪水でエンゲル諸フは甚大な被害を受けた。エルベ川寄りのケーリンゲン湿地とオステ川の堤防土を越えた水が12月25日に到達し、このクリスマスから翌年4月まで集落全体が家屋の軒下まで水に浸かった状態にあった。 4人の住民と4頭の家畜が歴史した。公式記録によれば、馬は560頭中349頭、牛は1077頭中934頭、豚は432頭中331頭、羊は623頭中488頭が死んだ。77棟の家屋が流され、264棟が甚大な損害を被った。 被害総額は58,640、帝国ターラー20シリングと記録されている。夏には、グローセンベルデンとの境界付近の堤防が修復、強化されたものの、11月19日に、再び決壊し、エンゲル諸府は、再び約1ヶ月の間水に浸り、冬穀物は全滅した。この町は、プロテスタント、ルター派の町であり、下で教会クライスのホルスト教区に属す。 エンゲル諸フの町議会は旧議席からなる。上部に銀のレーブル。その下は銀の名みたいで青字と緑地に上下に分割。上部は斜め十字に配された銀の水車型十字。下部は羽を互いに外側、下向きに配された二本の銀の大釜。大釜はこの町の農業主体の性格を表現している。また、この釜は E の形をしており、これは 丁明の頭文字となっている。並体はこの町が、オステ川とその水害地域に位置しており、これを入植者たちが工作地に開墾していったことを象徴している。青い背景は、平野の上の空を意味し、その中の水車はこの町に最初に作られた2機の、脱穀水車を想起させるものである。京壁の縁取り、あるいはレーブルは、ブルクの伝説の盗賊騎士シュバープを思わせるものである。 ノイラント地区を修道113号線が通っている。この道路は北西のグローセンベルデンに向かい南のヒンメルップ・フォルテンでは連邦道 B73 号線に接続する。この連邦道を経由して下でやハンブルクにアクセスすることができる。ニーダー・エールベ鉄道でもヒンメルップ・フォルテン駅からハンブルク方面へ向かうことができる。エンゲルショフ地区には 群動62号線が通っており、群動63号線、3号線、27号線を経由して、アステレモアを抜けて、シューデや南東方面のハンマーを呼び、ヒンメルプホルテンへ行くことができる。ありがとうございます。